作り方。
ため新しく作り直したものです。それでは実際にグリコを一つ作ってみたいと思います。私の10銭というお金を用意しました。白黒の映画が始まりました。当時大変人気がございました。市川右衛門さん主演の旗本大仏男という。それでは終わりましたので下をご覧ください。すると下からはお待ちかねのグリコと、そしてチャリンという音がして、お釣りの1銭が2枚出てきました。こちらも昔のお金です。それではもう1枚10銭を持っておりますので、あと1つ買ってみます。同じように始まりましたが、何かお気づきではないでしょうか。ありがとうございます。皆様正解です。こちら続きとなっております。さらに年後、昭和8年には特許を取得しております。そして下からは勢いよく出てしまいましたが、先ほどと同じようにグリコと今度も2銭のお釣りが出てきております。皆様いかがでしたでしょうか。以上、グリコが買える自動販売機をご紹介いたしました。お、ピヨンジス、行って、行って、行って、行こう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 、一緒に入って、行こう。お、すごい、すごい、すごい、ドラえもんみたい、ドラえもんみたい。すごい、涙が、うん、すごいな、トンネル。いや、すごいな。古いのかな。すごいな。おまけこんなんやったんや。なにや、すごいな、おもちゃ。すごいな、おもちゃ。なあ。おもちゃ。リオ見てみよう、おもちゃ。なあ、リオどれが好き？だんだん新しくなってきた。これが今のやつ。2017年新しいな、この辺は見慣れてるもんな。2015年、2000年。あ、これも知ってるわ。リオどれが好きやった？それが好き。ひよこちゃん、うん、ほんま。はい、グリコに来たよ。リオ楽しかった？楽しかった。なんかね、いっぱい自分でお菓子を作るゲームとかもあったな。リオどんなお菓子さっき作ったっけ？アンパンマン。アンパンマン描いてんな。どんな形のクッキーやった？うん、お家の形。ゲームでね、自分でお家の形のクッキー選んでデコレーションしてアンパンマン描きました。はい、ここ最後のお土産売り場でね、料金もね安くて、普通のスーパーで売ってるスーパー価格です。はい、すごいな、ね、ミキマス。ミキマス入っとった？やったな。あ、お友達の受付のお姉さんにもらったお菓子、喜んでるな。誰が嬉しい？ミニちゃん嬉しい？うん。なあ、おもちゃこの1個しんちゃんにあげようか。うん。なあ、しんちゃんは今幼稚園です。生も園に行ってます。今日だからリオと来てんな、パパな。はい、ということでね、今日はグリコの、グリコピアのね、工場見学に来ましたけど、これね、神戸の工場で、兵庫県のみならずね、中国地方、九州、沖縄まで全て、そして、中国とかね、カナダもかな、でサウジアラビア等々を、出荷するものを作ってるということで、特別にね、この限定の本日ありがとうございましたっていうね、プリッツをいただきました。本当にリオが楽しそうで良かったです。また皆さん見てください。お願いしてね、バイバイ。お願い、誰にすんねん。
何やねんそれ何やねんそれせーの合体って何やねん。おもちゃ大好き、遊ぶの大好き、みんなでこぐじっとしてチャンネル登録よろしくねー。